はい、どうもキョペイちゃんです。今回ですけども、前回ね、時空支援魔にチャージコンを持たせたあの必殺をねガンガン打って相手を常に移動待機状態にしとくみたいなね、そんなパーティーを紹介したんですけども、まあ今回はそのね、時空支援魔の必殺を受けた時につく移動待機時間を、まあ、減らすというか、ないものにするみたいな、そんなね小技があるんで、それをね今回紹介していきたいなと思います。なんか対戦とかでもね、時空支援魔にチャージコンを渡せたパーティーもかなり多いみたいなんでね、その対策にもなるかと思います。ということで早速やっていきましょう。さあ、じゃあまずは普通に超低無限輪廻を食らっていきましょう。まあどうなるかはね、あの予想通りな結果になるんですけど、まあ、超低無限輪廻これを食らうと、まあ、ダメージプラス移動待機時間10つくんだよね。まあ、ダメージも痛いんだけど、この移動待機時間もかなり痛いと思います。じゃあ次はちょっと小技を使ったやつをやっていきましょう。さあ、じゃあ小技バージョンやっていきましょう。超低無限輪廻来るタイミングで移動する、前もってね、前もって移動します。こんな感じで、そうするとみんな下画面見ててね、下画面を移動待機時間、これ一瞬10つくんだけど、移動すると減っていくっていうね、本来の移動待機時間に元に戻るという、まあ、なんていうか書き換えられるっていうのかな、まあ、これは今回事前に動いて小技を使ったんですけど、これ後からでも大丈夫です。時空支援魔の必殺モーションって結構長いんで、その時に動かしても間に合うんで、まあ、それちょっとやってみましょう。さあ、じゃあ時空支援魔だけさっきと同じ方法でやってみましょう。まあ、こんな感じね、これがさっきの方法で、今回はこの後ダメージ食らうまでの間に動かす、これでもこの小技成功するんで、こんな感じね、今福65に減りましたけど、まあ、この必殺来る直前でもいいし、必殺のムービーが出て、ダメージを受ける前に動かしてしまえば、この小技成功するんで、ぜひね、時空神炎魔チャージコン持ったねパーティーとかとバトルするときは使ってみるとね有効かと思います。まあ、今度逆バージョン、こっちが打ってみましょう。さあ、チャージ完了で、この後ね、このムービーが終わった後ダメージ食らうまでに動かすと、こんな感じではい、こんな感じでね、そうすると移動待機時間が本来の移動待機時間に書き換えられるというね、そういう小技でした。はい、ということで短めのね動画になってしまいそうですが、皆さんいかがでしたでしょうか。自分でね時空シエマチャージコンを持たせたパーティーを紹介しておきながら、そのね時空シエマの対策動画を作るというね謎の行動でしたが、まあ、もしねこの動画見て少しでも参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンを押しててね。それではキョウペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。